南極点望遠鏡は南極点に建設された合計10メートルの電波望遠鏡である。北アメリカの9つの大学及び研究機関が参加する SPT コラボレーションが運用を行う。南極内陸部は標高が高く気温も低いので極めて乾燥している。また1年の半分は日が昇らないため気温の変化に伴う大気状態の変動も小さい。 このため、地球大気中の水蒸気に吸収されやすい電磁波の観測に適した場所である。1995年には、アムンゼンスコット基地に、合計1.7メートルの電波望遠鏡 a s t ローが建設され、サブミル波体での生肝分子観測が行われてきた。南極天望遠鏡の建設は2004年に開始された。 南極の過酷な環境の下での建設作業を円滑に進めるため、2006年にはアメリカが州国テキサス州において仮組み立て及び動作試験が行われた。その後望遠鏡は解体された後に南極で再度組み上げられ、2007年2月16日にファーストライトを迎えた。設置場所はアムンゼンスコット基地から 1km ほど離れたダークセクターラボラトリーの一角。 標高はおよそ2800メートルである。南極展望遠鏡の観測対象は、宇宙マイクロ波背景放射の測定である。宇宙マイクロ波背景放射は、あらゆる方向からほぼ一様にやってくるが、その途中に銀河団が存在すると散乱を受け、そのエネルギー分布が変化する。広範囲にわたって、宇宙マイクロ波背景放射の観測を行うことで、 そのエネルギー分布のわずかな変動から極めて遠方にある銀河団を検出することが可能である。このような遠方の銀河団は宇宙初期の構造形成の結果としてできたものであり、これらを研究することによって宇宙初期にダークエネルギーが果たした役割を明らかにすることができると期待されている。南極展望遠鏡の運用を行う SPT コラボレーションには以下の大学、 研究機関が参加している。ありがとうございます。